話は分かった。お前が深海一層で戦ったという相手は、報告にあった特殊な存在で間違いない。少なくとも、原生生物ではないことがはっきりした。もしかすると、自立して動く異物かもしれん。ロボットのような存在だ。確かに、そんな異物の報告はない。だが、俺には心当たりがある。おそらくは。いや、なんでもない。実は、深海二層や、その下の海層でも、時々、正体不明の相手に襲われた、という報告があるんだ。これから先、そんな奴らと遭遇することがあるかもしれん。覚悟しておけよ。約束通り、赤笛は卒業だ。お前の青笛は用意してやる。院長のところに行くんだ。ジルオから聞いてるよ。青笛の試練をクリアしたんだってね。さあ受け取りな。これがお前の青笛だよ。青笛を持つ意味はわかるかい？これからは見習いの赤笛じゃなくて一人前のタンク使ってことなんだよ。要するにもっと稼げって意味さ。赤字なんてのはご法度だからね。青笛になったからって裸釣りからは逃げられないよ。裸釣りが免除になるのは月笛からなんだ。とんでもない失敗や異物のちょろまかし、それから大赤字は裸釣りだよ。よーくよーく覚えときな。これからはもっと稼ぐことだ。青笛らしい稼ぎを期待してるからね。